本日は元日本代表エースバルセロナそしてアトランタのオリンピックにバレーの日本代表として出場されております。現役時代には美しきバックアタッカーと呼ばれた山内美香さん、現在はご結婚されて藤本美香さんに今回インタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやもう何がすごいってこの松重の体育館にあのバレーの日本代表バルセロナとアトランタに出た方がいらっしゃるということ、これ皆さんご存知でしたか？藤本さんは秋田県出身で1988年にダイエーに入部。182センチの恵まれた体格を生かし、当時日本人で打ちこなせる選手がほとんどいなかったバックアタックを武器に全日本のエースとして活躍。現役時代は美しきバックアタッカーと呼ばれ、バルセロナそしてアトランタと2つのオリンピックに出場。また1995年第1回 V リーグではダイエー悲願の初優勝に大きく貢献。欧米流のブロードジャンプに整ったフォームからレフト、ライト、センターとどこからでもバックアタックを打つ日本の大砲として活躍されました。1997年元プロ野球選手の藤本敏彦さんとご結婚されて引退。現在は夫の敏彦さんの地元徳島県で暮らし、こちらの松重町総合体育館で勤務されています。ね、前回もインタビューさせていただいた館長の川端さんもうびっくりだったんですが、ね、どういった経緯でこちらの松重の体育館で働いていらっしゃるんですか？そうですね、岡崎企画さんがこちらの松重町の方を指定管理に入りまして、はい、またバレーボールも盛んということもありましたので、はい、少しでも役に立てればと思いながら、はい、いろんな機会に恵まれましてこちらの方に仕事をすることになりました。それでは早速藤本さんに現役時代のお話を聞いていきましょう。まずはこちらの質問です。早速質問していきたいんですが、はいはい、まあ、高校卒業された後に1988年、はい、ダイエーオレンジアタッカーで入団されます、はい、まあ、レギュラーに定着されるまで入団されてから高校時代と違ってどういった感じだったんですか？またダイエーに入ってからの2年目1年半ぐらいに監督が変わりました。で、今まで日本人のスタッフだったんですけれども、そこからロスのオリンピックでシルバーメダルを取ったセリンジャーさんっていう方が監督になられまして、まず最初はほとんどボールを使わずに体を作ることから始まりまして、はい、本当に陸上部じゃないかなっていうぐらい走り込みとトレーニングといろんなことのまず地盤をしっかり体の基礎を作るのから始めまして、はいはい、まずはボールを触る前にもう走ったりする。夏場はもう短距離、まあ、50メートル走何本か走った後200メートルもダッシュで5本インターバル入れながら5本走ったりとか、その後長距離も走ったりとか、まず本当に基礎体力、はい。1989年ダイエーの監督として就任したセリンジャー監督の指導のもと、戦う体作りともいえるハードトレーニングが始まりました。ボールを使うよりも走り込みやウェイトトレーニングなど徹底的に体を鍛える日々が続いたといいます。本当に泣きながら走りましたよきつすぎてもう泣きながら本当にきつくてしんどくて、朝が来ないでくれっていうぐらい本当に思いましたね。きつくてそこまで極限に追い込まれる。そうですね、基礎体力を作るのが本当に一番きつかったですね。
ホームシックにもなりましたし、帰りたいなって思うこともありましたし、帰ったら一人飛行機の中でよく泣いてますね、泣いてたしみたいな、はい、ありました。泣いてだらけの、泣いてだらけでしたね最初は、はい、でもそれのおかげでですね、やっぱり体が変わったなっていうか、他のチームからもあれ大英の選手の体つきが違うみたいな、何やってたんだみたいな感じでやっぱり思ってくれてたのが、あ、やっぱりあの成果がすごくあったんだなっては思いましたね。そしてその土台となる体が出来上がっていく段階で、藤本さんは後に自身の代名詞ともいえるバックアタックを習得していきます。当時それほど有名なプレーヤーではなかった藤本さんを一気に全日本のエースまで成長させたバックアタック、それが生まれたエピソードとは。まあ、藤本さんの代名詞といいます、はい、バックアタック。またどういった経緯でそのセリンジャー監督から習得するっていう声は来たんですか。やはりあのバレーボールをする上ではやはり単調な攻撃だけではないんですよね。いろんな攻撃の組み方もありながらの、自分たちの時は本当にパワーバレーボールって言って本当に攻撃を重視する、私のフォームもちょっとジャンプしてからのブロード気味っていうのもあったので、それがちょうどバックアタックのステップ踏み切りにもちょうどいい感じのものもあったので、最初は本当にちょっとやってみるか程度から始まったんで、ちょっとやってみろみたいな、打ってみろみたいなぐらい。その簡単な練習の軽い一言からこう習得される、習得すると言いますか、それを当たり前の攻撃にするまでは本当に毎回の練習で今日何本打つ機会があった、今日何本打ったんだって本当に毎回しつこいぐらいに、どれだけ打ったんだって、その意識づけですね、バックアタックに対しての意識づけっていうのからも始まって。当時セリンジャー監督はパワフルなスパイクを打つ藤本さんの素質と適性を見抜き、計画的なトレーニングを行いバックアタックを習得させます。そして当時の日本女子選手では最高の高さ、最高到達点317センチを記録するほどのバックアタッカーとして才能が開花します。国内のリーグ戦で次々と大英のエースとして強豪チームと戦っていく藤本さんですが、1991年現日本女子監督の中田久美さんや当時の絶対エース大林素子さん擁する日立との戦いでバックアタックが炸裂。この戦いで大英は日立に勝利し、藤本さんの名前が一気に全国に知れ渡ります。上昇軍団と呼ばれた日立との壮絶な戦い、一体どんなものだったんでしょうか。怖さは最初ありました。どういう風な感じで戦うだろうって。で、久美さんは本当にプレー中はすごい負けず嫌いの顔がそのまま全部出てる感じですし、大林さんもやっぱりね、ずっと経験、高校からスターですからね、ずっとやられてきた選手だったので、はい、やっぱりプレー自体そこのオーラだけで最初は威圧される感じぐらいのオーラといいますか、そういったものはすごく強く感じましたね。でもこっちはまだその時は優勝できずに3位で終わったんですけども、はい、その時っていうのはチャレンジャーなわけですよね。でまだ2年目3年目がその黄金時代の選手と戦うっていうのはやっぱり怖いもの知らずでもないですし、やっぱり失うものは何もないわけじゃないですか。逆に日立の方がやるのが嫌だったかなっては思います。日立との戦い、藤本さんはブロードジャンプからボールに体重を乗せ豪快な音を響かせ、日立コートに次々と強烈なスパイクを決めていきます。日立圧倒的有利と言われた
周囲の声をかき消すかのようにチャレンジャーとして戦い、見事女王日立に勝利しました。楽しんでやりなさいねってよく言うんですけども、あれって本当のエンジョイじゃなくて、やっぱりやってて本当に自分たちのなかなかできなかったことがそこの試合でできていって、日立も倒すことができたりとか、その勝つことができたりとかしたときはやっぱり本当に楽しかったんです。嬉しかったのもあるし、やったっていうのと楽しかった、楽しいなっていうか、終わった後本当に気持ちがなんて言うんでしょうね、やってきたことがそこでできたっていうのが本当に嬉しくて。そんな藤本さんですが、ついに1992年バルセロナオリンピックの代表選手として招集されることとなります。オリンピック直前の代表合宿でのお話を聞かせていただきました。まず日本代表に呼ばれた時の気持ちってどういったものがあったんですか？決まったっていう、私って思いました。他にいっぱい選手いるのにといういる、また、でもその時本当にちょうどいろんな苦しい思い辛い思いしてきた中でのチームで、成績もだんだん残せていけた中だったので、まるで自信がないってわけではなかったんですけど、本当に初めての合宿招集の時は本当に緊張して、まずそこの代表もオリンピックイヤーすごいみんなピリピリしてるわけですよね、最初からのスタートの時から。でそこに行ってどんな練習をするんだろう、何を話していいんだろう、でもやっぱり合宿もだんだんしていって、遠征もしていって、オリンピックも近づいていった時の国際大会があったんですよね。でその前にの練習で初めてだったんですけど、本当にきつくてプレッシャーも半端ない中だったんですけど、本当に全身ジンマシンができて、本当にここから、ね、ここぐらいまで全部ジンマシンができて、で試合も全部サポーターとかで隠しながらしてたんですけど、で、まあ、そこでもどうにか試合も終わって、で1時、はい、合宿解散します、で次いついつ招集かかりますってチームに戻った時に消えたんです、ジンマシンが。ジンマシンがスッと消えて、でまた何週間後合宿行った時にまたなんかちょっとジンマシンが出始めて、でもその後はそれから治ってからは大丈夫だったんですけども、本当にすごい雰囲気の中での練習合宿とかだったので。当時全日本女子チームは1988年のソウルオリンピックで3位決定戦で中国に敗れ、東京オリンピックから今まで初めてメダルなしに終わる不本意な結果で終わりました。その経験から日本は是が非でも今回のバルセロナではメダルを取らなければいけないというプレッシャーが常にあり、それは並大抵のものではなかったと言います。藤本さんにとっても初めてのオリンピックへの挑戦、そして日の丸を背負ったプレッシャーとの戦い、それでは実際に日本のエースとして成長した運命のバルセロナオリンピックについて聞いていきましょう。初めて迎えましたバルセロナオリンピック日本代表としてなんですが、予選その初戦のアメリカ戦ですね、はい、もうフルセットまで時間が戦いで、はい、なんとか勝利を抑えました。そして勢い乗った日本、はい、続いてスペイン戦も勝利でしていきます。まあ、この時の日の丸背負った藤本さんの戦い、どういったものでした？あの時のバルセロナのオリンピックはところどころしか覚えてないです。ところどころ、オリンピックって本当に雰囲気が違ったんです。
よくオリンピックには魔物が住んでるとか言うじゃないですか、はい、本当なんだなっていうぐらいに感じました。で試合が始まってアメリカ戦、本当に無我夢中というか必死と言いますか、本当にところどころのところしか思い出せなくて、本当に緊張したのでまるで覚えてない、パッとなんかポカッと穴が開いたぐらいの、あの時は本当に会場に飲み込まれそうになるぐらいの緊張感もありましたし、そういう雰囲気を勝手に作っちゃったのかもしれないんですけど、それぐらい緊張してたので本当に思い出せないぐらいの試合もあります、はい、記憶が思い出せないぐらい緊張したという藤本さん。しかしリーグ戦の方は藤本さんの豪快なスパイクが決まり、予選リーグ2連勝となります。そして迎えた第3戦 EUN との対戦は、快進撃を続けていた日本だったんですが、ここで流れが変わることとなります。続く3戦目迎えたんですが、まあ、EUN というのはソ連ですかね、この試合に0対3でストレート負けを喫します。まあ、この試合の記憶っていうのは、その試合の記憶がほとんどないんです。本当にないんです。次のロシアもそれも勝たなきゃいけない、日露戦っていうのもいろいろ試合もして来てたんですけど、やっぱり本番になるとやはりロシアも違いますし、もちろん死に物狂いできますし、お互いそんな感じでは戦いますけども、最後その試合は勝たなきゃ、本当に勝たなきゃいけない試合だったんですよね。勝たなきゃいけない、はい。オリンピック直前に行われた EUN との対抗戦では、日本が6戦全勝とし、大きな期待が寄せられていました。その中で迎えた EUN との対戦、まさかのストレート負けは日本にとって大きな一敗となったそうです。力の発揮って言いますか、やはり差は感じましたね。そういう本番っていうところでは、大きな舞台では。また藤本さんはオリンピックにかける外国人選手の強さをこう言いました。私一番感じたのが、はい、自分が家族を、女子も男子もそうですよ、女子のチームもそうですけど、はい、家族を全部親戚一同自分が支えてあげてるっていうぐらい、やっぱりそこで成績を残したらみんな保証をされるわけなんですよね。親戚まで全部、自分たちの家族親戚までも全部だから、本当にそれがオリンピックでどうのではないんですけども、やはり自分たちがそういうところで結果を残したら、やっぱりみんな幸せにできるっていう、やはりその彼女たちのそういったパワーっていう、家族に対する周りに対するそういったパワーっていうのも、試合とかそういう部分で自分が頑張ったらみんな幸せになれるんだっていう、やっぱりそういったモチベーションもすごく強いなっては感じましたね、思いました。さあそんな中で、まあ、A 組の3位になりました日本代表、はい、準々決勝でこれまた強いチームです、ブラジルと対戦します、はい、で、まあ、勝てば最低でもベスト4で、負けてしまうともうメダルへの夢がもうなくなってしまうという運命の一戦だったんですが、準々決勝でのブラジルとの対戦、第1セット16対14と接戦をものにした日本でしたが、続く3セット連続でブラジルに奪われ敗退となってしまいます。前回大会での悔しい思いを胸に戦った日本でしたが、終わってみれば結果は5位、オリンピックでの成績としては過去最低となってしまいました。世間からも厳しい声ってあったんじゃないですか。やはり行く前っていうのはすごく期待されるわけですよね、まあ、どの競技もそうですし、はい、
メダルを取って当たり前取らなきゃいけない、持って帰らなきゃいけないっていうのがありましたので、やはりもちろん久美さんも監督も素子さんもそうですね、みんなそういった場を踏んできての方々ですので、ソウルでメダルを逃しました。次は絶対、本当に日本の歴代ではずっとメダルを取ってきたわけですので、本当に常練習の時からメダルを取らなきゃ本当に日本に帰れないよ。そこは厳しきつかったですね。ちなみにその初めての代表、はい、初めてのオリンピックを終えた藤本さんの感想はどういったものがありましたか？メダルは取れなかったんですけど、やっぱりそれは悔しかったですし、出たのであればオリンピアンでなくてやはりメダリストにはなりたかったなっては思います。日の丸を初めて背負ってその場にオリンピックに出れたことっていうのは本当に自分の宝物といいますか、本当にそれは自信にもつながりましたし、オリンピックに行けたっていうのはやっぱりそれはそうですね、バレーボールやってきたからこそできたことなので、本当に行かせてもらえたこと、頑張らせてもらえてきたことには本当に感謝してます。藤本さんへのインタビュー前編はここまで。来週の後編ではバルセロナ終了後第1回 V リーグの最中に発生した阪神・淡路大震災、頑張ろう神戸を合言葉に大英悲願の初優勝やアトランタオリンピックでのお話をお届けします。来週もどうぞお楽しみに。まずはほっとしました。その後だんだん嬉しさが込み上げてきて、第1回のリーグだったのでやっぱりそこでしっかり記録としても記憶としても残したかったので本当に嬉しかったです。